マジカルシュガーラビッツの復活です。約5ヶ月ぶりのリング、エンジョイガールが帰ってまいりました。さあここから坂崎優香のリング卒業ロードが始まります。12月6日北沢タウンホール大会で東京女子プロレス卒業大会が発表されました。会場に集まりの大きいちびっ子たち、夜だけどこんにちは。東京女子プロレス愛と平和を守るニューヒーローハイパーミサオのお出ましだ。いやー、まずはゆかさん復帰おめでとうございます。おかえりなさーい、おめでとう。というわけでどうしてもね、今日は試合前にやりたいことがあるんです。もうね、この欠場期間ずっとゆかさんと戦いたくて戦いたくて、皆さんもねゆかさんの帰りをすごい待ってたんじゃないですかね。お前ら坂崎ゆかの復帰を祝う準備はできてるか。よっしゃー。というわけでみんなで復帰おめでとうパーティー先にしたいと思います。じゃあつけてください、準備してください。松井レフリーも参加ですね。そうですよ。なるほど、試合ではなく、はい、まずはパーティーということですね、はい、めっちゃなんか似合いますね。かわいい。あら、かわいい。エセコンドもつけないよ、うん。じゃあみんな喉をかっぴらいで、私スペシャルなケーキ用意したんで、どうしても食べてほしい皆さん、これをゆかさんにお披露目する前に、私が復帰って言ったらみんなででっかい声でおめでとうって言ってほしいんですよ。できますか。最高じゃないの。ゆかさん、ずっと待ってました。みんな声出すよ、いくよ、心を込めて、はい、復帰おめでとう。あ、まあそんなことだろうと思っていました。ひどいことになりましたね。まあ試合ですからね。試合でした。試合ですから、はい、復帰おめでとうで終わるわけがないとは思ってました。なんかベタベタしたことになってますよ。いきなりいきなり来ますね。坂崎優香に強制が必要だったとは。ヒーロー強制システムです。これはとんだ復帰戦になりましたね。あっという間に坂崎優香の笑顔が消えてしまいました、はい、手洗いパーティーですね。そしてなんだ、トムさんなんか持ってきた。くす玉。あ、なるほど、こだわりがあると言いますかね、はい、まあハロウィンですから。そうですね、はい、バムのジャスティス、あー、かわされた。さあ今タッチしましたよ。さあここでマジナビが動きます。ミサイルキック。5ヶ月ぶりでもね、この辺の信頼関係っていうのは揺るがないですね。ミサイルキックもうまく調整してましたよね。そうでしたね。キックからスライディングラリアット。復帰戦を見事自分の勝利で飾っていきました。まあ、本人もね、いつでも行けるという準備はしてきたと思うのでね、その証明になりましたね。そうですね、まあ、本当に一つ一つが坂崎選手にとっても東京女子にとっても、そしてもちろんファンにとってもね、もう大事な試合にこれからなっていきますからね。もう全てが本番ですからね、残り試合考えたらね。そうなんですね、本当に、同
同じリングに上がる選手はね、いろんなものをね吸収してほしいと思いますね。ひどい目あった、やばい、ひどい目あった、ひどい目やばい、ひどい目あった。待って、ちょっと私見た目どうなってる？いや、なんか、なんかひどいぞ。そう、いや、ミサオさんもひどいぞ。あれ、こんなつもりじゃなかった、はい、待って、見せて、だってさ、我々本当にゆかさんと戦えるのがね、はい、しかも久しぶりにマジラビ揃い組っていうことで、ハッピーハッピーね、ハッピーハッピーな、ね、はい、試合でしたかったのに、はい、なんでこんなメッシーなことになっているんだ。どういうことですか、本当に。でもやっぱ久しぶりに戦ってみて、やっぱ強すぎるな。本当です。やっぱさ、あの、なんですか、あのね、久しぶりだったから、いやさてはって思ったけど、いや、マジで強すぎて、強すぎた、連携とかもバッチリすぎて、連携バッチリすぎた。でも、こんなね、またまだまだチャンスある気がする。ありますから、絶対またゆかさん、残りの数ヶ月、はい、また戦うチャンスをください。ください、はい、ゆかさんともマジラビとも戦いたいです、はい、絶対にまた戦って雪辱を払う、はい、なんだこれもう、うわぁ、ちょっと元に戻る。